東山区は中華人民共和国上海市に位置するし、かつく。常住人口は125.48万人。上海市北部に位置し、東北は長江、東には広北に、南は洋北、高港区、西安区、富田区、西は家庭区に、西北はチャンス省体操市と接している。地域は、雲も浜によって南北に2分され、五章を走。 運河寺大橋、広葉寺大橋、包み橋大橋により連絡される。中国の最大の鋼鉄総合生産企業である、宝山鋼鉄や赤道口発電所など、大型企業の他に、上海大学のメインキャンパスの所在地である、宝山区の広北を川口の港湾、工業地帯。ここで、広北をは、海のような長江に合流している区名は、区内の3名に由来する。 1412年、当時海岸に位置していた宝山地区に人工の月山が築かれ公開用の標識とされた際に、英楽組門により、宝山と命名された。宝山は1582年に海中に埋没したが、その名称が現在まで添い重ねされている。チャンス商家庭県に属していたが、1724年に、県東部を分割し設置した宝山県が前身である。 1928年、宝山区内の高北、高安、陰行、五省、高浦、新女、高橋の七市橋が上海特別市に編入された。1937年以降は、全域が上海市に編入され、雲母浜以北が宝山区に、伊南が市中心区と小北区、長江地区は浦東北区に改変された。1945年に、 大場がが、上海市とされた以外は、戦前の行政区に戻され、チャンス省管轄の宝山県とされている。1958年に、チャンス省より、上海市に、遺憾。1960年には、五省区が分割されたが、1988年1月に、再度統合された際に、宝山区と解消された。2005年には、横笹島、長江島が、 数名県に移管されている。下部に三階道、旧鎮を管轄する。河川を利用した、航路、鉄道網、高速道路等の道路網による複合的な交通網が形成されている。旅客貨物輸送198不等、535停泊位置。水路旅客輸送1216万人、年、海上コンテナ取扱量404万 TEU。 不当の貨物取扱い量3500万トン。五省国際物流園区が建設され、近代的な物流拠点が形成されている。上海地下鉄の1号線、3号線が上海中心部まで進源されている。高規格道路は、外環線、共和新路混合高架、遊戯路、雲川路、法陽寺緑路、鉄力路、鉄山路、水山路、紅葉路、鎮不都市路。 南陳寺、新陳予亭等が整備されている。ありがとうございます。